Okay, time for part 20. Let's see, so what happened last time? Oh yeah, so last time... it was after Jessica died and Kanon was disappeared. They went down to the study or wherever, and then Rosa sent the servants to the kitchen. They heard a knock on the door. It was Kanon, and he was like bleeding profusely. They took him to the servants' quarter, and turns out it wasn't really Kanon. It was like a demon of some sort. And that demon Kanon killed Dr. Nunjo and Kumasawa, and then Genji and Goda killed the demon Kanon. And then they went to tell Rosa, and by the time they came back, the bodies of Kumasawa and Nunjo had disappeared, and along with it there was a new letter from Beatrice. And so now the mystery is, what the heck happened, right? Were they making up the story of the demon Kanon, and it's actually Genji and Goda in on it? Oh, and Shannon is alive too. Yeah, I think we're still in that scene. Oh yeah. And we learned some details about the scene. We learned that if the red text is to be believed, that the killers couldn't be hiding in the room in some sort of secret compartment that they don't know about, so the killers managed to lock the door and escape. We don't know how, but supposedly that's the truth. もう疑いようもない。は?と言いますと?あなたたちが死んだ死んだという二人はここにいない。そして、ベアトリーチェからの手紙があり、 We've yet to see supernatural powers happen in the presence of Battler, so I think it might still fall under the umbrella of unreliable narrator. シャバンってどういう意味ですか?私はジェシカちゃんの部屋で言ったわ。信用できるのは自分自身と、死体となって見つかったもの以外いないってね。そして、死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん。それはどういう意味ですか? 南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにして、この屋敷のどこかに隠れているのよ。私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか?ゴーダさんたちが嘘をついているというんですか? ローザ様、このゴーダ。いえ、後宮家使用人一同。 使ってそのようなことはいたしません。あなたたちは南條先生たちが殺されたという。でも死体がない以上、それを信じるわけにはいかないわ。あなたたちが口裏を合わせて、そういう嘘をついている可能性があるもの。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、 Okay, so before this incident, we had a spicy theory that Arosa could have been the one who killed, you know, who had been doing the killings, but this one is one where she couldn't have possibly killed them, right?
She was in the same room as Battler and George the whole time, so... でも、見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも、あんたも、黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょう。そんなに金が欲しい？そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。ローザ様、私たちは、そんな…黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年も恩を受けながらそれをあだで返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。そんな…そんなのって…ひどすぎます。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。シャノンさん、下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く、信用を勝ち得ていないのは分かります。しかし、せめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間の後ろ宮家に奉仕を捧げて参りました。このゴーダを信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。よしなさい。ローザ様の言うことはもっともだ。死体を見つけない限り、南條先生と熊沢の無実は証明できない。ローザ様、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私ども信用されるもされないもまた、たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお勤めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡ね。お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて。Oops.私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったなら、これをお返しするのは当然かと思います。
それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はこのマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも。マリア、その手提げを貸しなさい。うわあ、返して。これで満足かい、ローザおばさん。これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう。ええ、満足よ。たとえ全員が信用できなくても、私は私自身だけを信用することができる。その私が銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ？これでもう疑われずに済む。鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。Shoulda ran the face。鍵なんていらない。そんなもの。Oh, you're asking for it。だって持っていなくたって関係ないんだよ。At least a bonk. This warrants at least a bonk. Come on。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。He has headache. Ugh, this reads so awkward. Like, I had cut in between them. No, that's not it. I was on my knees. Like, English people don't talk like this. This is not how you translate this.ローザおばさん、マリアが正しかったんだ。な、何を言っているの？マリア、疑って悪かった。信じなくて悪かった。バトラ、全部魔女の仕業だったんだ。魔女の仕業だったんだよ。トリックとかミスとかどうでもよかったんだ。ただベアトリーチェっていう魔女が実在して、 What about the chapel door? 本当に魔女だっただけなんだ。それも俺は信じなかったから、こんなにも苦しくて悲しくて。バトラはベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして不思議な魔法を使う魔女なんだ。Three more people need to die for the prophecy to fulfill. バトラ、それでいいんだよ、バトラ。Or I guess two if Kinzo died. We don't know. ベアトリーチェはいたの。バトラがなかなかそれを信じられなかったから見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。バトラはベアトを信じてくれたからきっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐ。もうすぐだから。もう何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒にお手手をつないで。ずっと一緒にいよ。
一緒にヘブンの謎を考えよ。ベアトの問題を考えよ。ベアトは最初から言ってるよ、この問題を解いて遊ぼうとしか言ってないよ。 This bothers me so much. Like, try to picture this in your head, right? You try to picture this room with these characters in it and these two talking to each other, and what are the others doing? They're just watching this, right? Like, is Rosa just watching this and just letting it happen, right? Like, it's so strange. Ah, so だったんだ。 They're just like, well, okay, I guess we'll have to watch them, you know?犯人探しなんて全くの時間の無駄だったんだ。 OK, battler, yeah, OK. ただ魔女を信じればよかったんだ。 This is what I talk about when I say characters reacting to each other, right? And here's a case of characters not reacting to each other.It feels like they're somehow separate from what's going on. Master Key はお返ししましたが、私どもの後ろ宮家の忠誠は変わりません。客前は以後、お許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。 Well, the parlor has windows. 台風が過ぎ去ってこの島に再び海猫の鳴き声が戻ってきたなら、私たちは再び互いを信頼し合えるのかしら。もし再びの信頼を賜えるのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね、私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたらいつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったなら、なんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出してごめんなさい。家具は家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の競争曲。演奏が終われば幕が下り、私たちは再び手を取り合えるに違いない。海猫の泣く声。 Again? Come on.私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたら、いつでもこの豪だ最高のお料理を用意させていただきます。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この豪華最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。ジョージ君、僕も彼らと一緒に行く。いいんです。
少女様、どうか客間にお戻りになってください。もうマスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいるとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ、僕は誰と夜を過ごすか決める。あ、兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。ならそんな場所にいる彼女を僕は一人にしておけない。俺は決してシャノンちゃんや他の使用人を、いや誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。遺産、黄金、そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんてあるわけねえじゃねえかよ。うん、バトラ君の心が美しいことは僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫、バトラはマリアが守る。マリアと一緒ならベアトリーチェでも手出しできない。だってマリアはちっちゃくても魔女だもの。うん、マリアちゃん、バトラ君をよろしく。さあ、シャノン。I just noticed that, so Shannon tried to repel and kill the evil Kanon with a spider, and Maria had scorpions as repellent objects. So maybe it's something about insects that the witch doesn't like. Let's go. Hi, Rosa. So, それでは失礼させていただきます。ご用命がございましたらいつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったらもう一度謝らせて。はい、ありがとうございます。何も信用できないわよ、カグどもが。なんでそんなことを。タイマードッグ。言うんだよ。マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃねえぜ。その鍵を置いたってのはよ、単に鍵を手放したってだけじゃねえ。あんた、彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでしてみせてなおまだ信用できないってのかよ。あんまりだぜ、あんまりだぜ。そんなのって悪魔の証明なのよ。マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。
もうやめてくれ、もうやめて、頼むよベアトリーチェ、まさか現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ、ご招待よ。悪魔にしか証明できないんだよ、魔女のお前なら証明できるんだよ。頼むからベアト、ここに現れてローザおばさんに、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやっ。マスターキーは5本しかない、マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか、わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。 I mean, technically it's also not reaching in story battler's ears. 後ろ宮バトラー、認める、認めるよ、お前はいる、いる、確かにいる。だから五章だよ、もうやめて、もうやめて。He's so pathetic. 言葉だけでは届かぬぞ、態度で示せ。わらわの家具になると心から誓え。できるか、服を脱げ、裸になるんだよ、そして両手をついて地に這え。 I really miss Haruaki from Raging Loop. Now that's a baller protagonist. 着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ、だからその資格を失う、当然のこと。そしてひざまずけよ、わらわの靴に舌を這わせろ。できるか、できるんだよな。そうしたら現れてやるよ、赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる、誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ、十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ、靴を舐めてもいいかって一瞬思っただろ。すぐにそれを否定して自分を恥じただろう。その表情が見れるだけで最高だ。ああ、just get on with it。まあね、顔だよ。鏡で見てみ、裸になって靴を舐めてる。最見えるかよ。後ろ宮バトル。This really tests your patience.信じられない。それが真相だというのかい？はい、私たちは見たままのことをお話ししています。ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですら、あれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た、そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね、あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど、源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよかったのですが。
Did Shannon explain how she got a spider? Did she actually, you know? Why did she do that? 少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時、クモの巣を取ってきたと言ったね。They're gonna bring it up? どうしてそんなことを? Oh, here we go! そうだ。それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです? Unprecedented!They're actually addressing さんに聞いたことがあるんです。A question I had. 大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、その蜘蛛の巣を恐れたって。Oh, it's just the webs, just spider webs. それで蜘蛛の巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに。私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。クモは液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。Which you conveniently broke. そして霊柩が割られたのでその力が蘇ってベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。私が心の弱かった私があんな大それたことをしなければシャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。 Is anyone going to ask why she did that? 僕は君を責めたりなんかしない。 She hasn't actually told anyone that she's seen Beatrice. It's been a secret. It's just a prank. Wait. So he's like, okay, so she broke a shrine so we would be together. But why? Did he actually ask why? Beatrice 様という霊のような存在がいるという話はこの島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。 Is she gonna say it now? 最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていきました。しかしまさか本当にいたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。 OK。 でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。私たちが見えなかっただけなんです。ゲンジさんの意見を聞きたいです。私には何も意見はありません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。そして使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊沢が帰らぬ人となってしまった。それだけです。私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても無理な話だと理解しています。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そうこんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が
実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ、ゴーダさんがそれほどまでにショックを受けるどんな恐ろしいことがあったのか。ありがとうございます、ジョージ様。君に囁いたという魔女はその鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せないというようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね。私は本当になんてことを。ごめん、失言したよ。そういえば、その鳥居にあったものとは違うでしょうが、ホーク様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたことがあります。夏日おばさんが？はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっている、そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない。単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。行こう、夏日おばさんの部屋へ。しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。真っ先はローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いているはず。礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよう。しかし
礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。ゴーダさんの腕力じゃガラス一枚割れないのかい？I'm going to break a chapel's window. その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまっても、そのよろしいのでしょうか？おじい様に怒られるときは僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏氷馬さんの遺体から鍵を借りよう。オカルトに詳しいおじい様だもの、夏氷馬さんの霊境の力だってきっと理解してくれる。大丈夫、怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか？わからない。でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を、ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を、ゲンジさんはすみません傘の用意をお願いします。はい。源氏さん、私はご一緒できません。ご用命の時に全員がいないようなことがあっては、後宮家使用人頭として恥ずかしいことです。そんな源氏さん、今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険かあなたもわかるでしょう。私はいけぬ。親方様からいつお呼び出しがあってもいいように、私はここに。源氏様、行ってジョージ様にお仕えするよう。くれぐれも粗相のないように。ゴーダ、手本となるようよろしく頼む。はい、お任せください。必ずやお役目を果たします。本当にいいんですね。 Why is everything so slow? はい、私はもうこの年です。今日までの人生はすべて親方様に受けたご恩をお返しするための日々でした。このような老いぼれがどうなろうと、すべてはルーレットの召し。私はどのような結果が出るのかをここに座って見届けたいと思います。行こう、みんな。今は少し風もおとなしいみたいだ。
So now it's obvious, and the first time it was such an obtuse idea for them, they couldn't even fathom, and now it's obvious. Okay. It would at least be interesting if Battler was one of the victims. In the last game, we didn't get to see him die. Na, Maria. Beatrice was sure. If you beat this, what do you do? The Golden Land. そんなことはない。この碑文が解けたらベアトの儀式はおしまいになる。だからもうそれ以上誰も死ななくなる。 Or is the Golden Land if they fail to solve it? 本当にか。そういうルールを奴が提示してるだけだろ。この謎を解けば多分爺様の隠し黄金のありかがわかるんだろ。奴はきっとそれを狙って。狙わないよ。なんでそう断言できるんだよ。黄金は最初からベアトのものだもん。自分のものを狙ったりなんかしない。じゃあどうしてベアトは俺たちにこんな大ヒントを授けてくれたんだ。というかどうしてこんなゲーム地味たことを仕掛けてきたんだ。 No, that's a good question. 魔法にはリスクが必要なの。リスク、よく意味がわかんねえな。例えばマラソン、完走すれば誰でももらえるメダルと一番になった人しかもらえないメダルって同じ価値だと思う？思わねえぜ。つまりなんだよ。結局やつは遊んでるってことなのか。わざとこっちにチャンスを与えるようなことをして。違う。それがね、魔法というものなの。どんな大きな魔法にも絶対にリスクや弱点があるの。ないといけないの。魔法って言われるとピンとこねえが、ギャンブルだって考えれば少しは理解できるな。でかく失う覚悟がなきゃでかくは勝てない。そして勝ち目の薄いギャンブルであればあるほど配当はでかくなる。
その通りだよ。だからベアトは儀式のリスクをちゃんとみんなに説明したの。だからこの謎を解けばちゃんと儀式は中断される。だってそれを約束違反したらリスクにならない。これを解けば奴は本当に約束を守るのか。花は枯れるのにどうして美しいの？浄化は見分けがつかないほど精巧でもどうして美しくないの？人間は死を落とすから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとしてその人物に何の奇跡も起こせる道理はない。私たちも人生も魔女も儀式も、私たちはリスクを負わなければ何も成し遂げられないの。謎が解けたらどうするんだ？ピンポーンって鳴らして挙手して怪盗魔女に伝えて答え合わせをするのか？ああ、それは知らない。でも解けばきっと自動的に儀式は終わる。マリアは詳しいな。そいつはみんなベアトリーチェに習ったのか？うん。I'm still confused. This is supposed to be another painting of her that's somewhere in the house. Thank you.
わらわは約束は守る。碑文の謎を解けば黄金鏡へ至ることができるだろう。さすれば儀式は終わる。それ以上誰も死にはせぬ。お前みたいな外道の極みがルールを遵守するってのかよ。わらわが残忍で卑劣で外道であることを否定はせぬ。だがわらわは魔女だ。魔法を使う。魔法を使うには守らねばならぬルールがある。わらわは魔女だからこそそれをないがしろにできぬのだ。それだけは信じるがよい。これだけめちゃくちゃやってきて、それでもルールだけは信じろってのかよ。わらわはたぶらかしはする。もちろん人も騙す。人間と変わらぬ。だが約束として口にしたことを保護にしたことは一度もない。人間はどうか、約束を必ず守るのか。約束を守ろうなんてキャッチフレーズがある以上、ちゃんと履行されてるかどうかは疑わしいな。わらわから見れば人間の方がよっぽど利己的で下道な存在よ。Is this a new Beatrice sprite? It looks new. 人間の約束ほど疑わしいものはない。わらわも時に人間と契約するが、くだらない願い一つ叶えるのに、どれほど厳重に取り決めをするか想像もつくまい。少しでも隙があると、連中はすぐに、叶える願いの数を100に増やせとか、小さな豆粒に変身してみろとか言い出す。親父によく言われたぜ。契約書ほど怖えもんはねえって。よく読まずに判子を押すやつは、骨の髄までしゃぶられて当然だって言ってたぜ。悪徳で荒稼ぎしてやがったんだな。察しろ。人は生まれながらに詐欺を知りはせぬ。どこかで被った。だから覚えた。押し付け合わずにはいられぬ人の世の罪かて、どこの魔女に聞いたやら。まあいい。そなたが思っているほどわらわも無慈悲ではないぞ。嘘をつけ。これだけの大勢をこんな残酷な方法で殺しておいて何が無慈悲ではないだ。約束は守るだと。いい加減なことを言うな。俺はお前を認めない。断じてそれを譲らないことだけがお前への抵抗だと俺は信じてる。なるほど。永遠の苛みであるのはわらわに対しても同じであるというわけか。かもしれぬな。千年は長い。魔女の強さは魔力より我慢強さで決まるのかもしれんな。なるほど。ベルン教の恐ろしさもうなずける。Is Burn Castle maybe the, like, the witch from Higurashi or something? Hi, man. 何をわけのわかんねえ話をブツブツ言ってやがる。さっさと永遠の災難とやらを続けろよ。俺は千年でも一万年でも付き合う覚悟だぜ。よいよい。少しは戦う気力も戻ってきたようだな。そうでなければつまらない。ほら、対戦ゲームでもよくあるだろう。乱入したけど相手があまりに弱くて拍子抜けで、わざと負けて最終ラウンドまで延長させて。What? Oh, I see. 最後に本気でフルボッコにすることとかってあるだろう。例えの意味がわかんねえよ。ワインと同じよ。よく熟成させねば輝かぬ。
お前はそれに耐えられるワインだ。わらわがじっくり熟成させてやる。そなたをわらわの優雅な時間を彩る最高の美酒に育て上げてやるぞ。だからこの程度で屈服などするな。わらわを引き続き否定してくれよ。何しろわらわはそなたが認めぬ限り儚き幻想に過ぎぬのだから。Nothing's happened in like an hour. It's so boring. And we're like 40 hours in. How is it still so boring? 何度見ても辛いな。胸中、お察しします。シャノンさん、鍵を頼みます。お亡くなりになられたとはいえ、奥様はレディーです。私には触れることができません。Okay. はい。失礼いたします。ありました、奥様の部屋の鍵です。シャノンさん、走って。シャノン、くそ、なんだこれは。これが君たちの言っていた黄金の蝶なのか。早く外へ、こいつらめ。クソ、クソ。If they die, then that's all the sacrifices. That's 13, I think. 扉から出よう。足場を探してる時間なんかない。開かない、硬い。貸して。クソ、このオンボロが。ジョージ様、お早く。クソ、舐めるな。うごー。 Wait a minute, what the hell is happening?
I mean, what handle? Didn't they break a window? On top of the party table, no, with the stained glass behind it. What? そろそろ晩餐の時間ではないか。すでにわらわはこの屋敷のホストである。そなたらを素晴らしきディナーで歓待しなくてはならぬというもの。おあつらえ向きに三人ではないか。これはこれは実に実に好都合。うわあ、開いた。ゴーダさん、早く。ベアトリーチェ様。あ、足を止めてもよいのか。ここがそなたらの墓場にふさわしいというなら、それもよかろうぞ。かつての主の傍らにて死後も仕えたいというその心意気はたたえようぞ。急ぐんだ、足を止めちゃいけない。愉快愉快、塔でなくては面白くない。どこにあるんだ。話に聞いただけです。実際にどこにあるかまでは。お化粧台かベッドの脇にあるんじゃないかと思います。夏日おばさん、ごめん。箱かもしれません。鍵がかかってて開きません。普通鍵は巣の近くに隠しておくものです。あるいは常に身につけている人もいるかも。わからないわからない。
やむを得ない。壊そう。でも乱暴にはできないね。中の鏡を割ってしまうかもしれない。こじ開ける道具はないから。くそ。ジョージ様、急い。で、Three burly boys.しまう。どうなってんだこりゃ。クソ。鍵がわらわを拒むと思うか。その部屋の新しき主を、その部屋の扉が拒むと思うのか。早く。ジョージ様、これはどうでしょう。レターオープナーか。そっちの方がいいね。貸して。万年筆じゃうまくいかない。早く。Oh my god, what? Oh no, a schoolgirl, that's terrifying. And she has a little toothy, a canine. That's so spooky. Arigato. Mo, owatteru no ne.
That lewd arm burst? What? What? She changed back to the dress. Roulette はそなたとジョージを選んだ。解放の日に感謝せよ。未練はあるまい？ないよな。惚れた男から婚約指輪をもらって、夜も共にしないうちに殺されてしまっても、未練なんかないよな。女の幸せを。教えてもらいたかったんだろう。ああ、シャーノン、ダメダメ、垂れてるぜ。お前の口元から未練が。Another situation where it's kind of incomprehensible, trying to picture all of this going on, like the George is trying to open the box, Shannon is doing God knows what, and they're all just watching as Beatrice monologues, and I guess Gora's dead or something? It's just so...見つけた、これだ。いいって及ばなかったの。死ね。くそ。忘れていた。そなたもまた金蔵の優れた家具だったな。それもカノンよりだいぶ熟成した。カノン君をよくも殺したことじゃない。よくも亡骸を消し去り、その名誉まで汚そうとしたな。おやおや、シャーノ、それを怒ってるのか。カノンに会えなくて寂しいならわらわに頼めよ。いつだって会わせてやるというのに。楽しいですか？
ああ、楽しいぞ。死が引き裂いた二人を再会させるのはいつだって楽しい。死で引き裂いて一度、合わせて二度、もう一度引き裂いて三度楽しめるのだからな。さあ、カノン、姉と遊んでやりなさい。What about the mirror? もし痛めつけられたら、思いっきり苦悶の表情を浮かべてやるといい。And what even is the barrier? Is that something that Shannon just has the power to do? And if so, why didn't she do it earlier? Yurusanai.一度ならず、二度までも死者を汚すなんて許せない。ほざくな。弟に殺されろよ、ショウノ。きっといい夢が見られるぜ。I don't know if I can make it to chapter 3. This is so bad. It's so bad. ジョージさんはそこから動かないでください。中心軸をずらしたくない。Shift the central axis? What? これは驚いた。虫一匹殺せない面をしてこれだけの力を見せたか。なるほど。霊鏡がそなたに力を貸しているというのか。しかし。その霊鏡の本当の力を引き出すには準備も時間も足りないな。So she's using the mirror's power. どちらも藁は与えはせぬ。これだから家具は怖い。予期せずしてタンスの角にぶつける足の小指のような気持ちよ。これだから家具は怖い。家具が。家具、家具！私は家具じゃない。そして、あなたを今はとても哀れに思う。何？ほう。千年の魔女に。100年も至らぬ家具が今何と言ったか。What is going on? とても哀れな人。愛し合う二人に未練がないわけがない。でも、あなたの期待するような未練は欠片ほどもない。語るか。家具の分際で、ジョージと結ばれたくて、わらわの靴を舐めた日々を忘れてわらわにそれを語るか。愛に生き、デーネを這うが人間。それを嘲笑い、見下しているつもりで、あなたはそれにはるかに劣る。私は、今こそあなたを哀れに思う。愛し合う二人にとって、添い遂げることにどれほどの意味が。What? 意味はある。きっとある。でもそれはあなたの言うこととは全然違う。もっと神聖にして、あなたごとき邪悪が口にする資格もないほどの神聖な意味がある。だから私には
すでに何の未練もない。 No regrets。 ジョージさんと愛を誓い合った。その証として指輪を受け取った。それで永遠の誓いは完了した。あなたがどんな邪悪な魔法や悪意で私たちを災難だとしても、永遠は汚さない。綺麗事を詩人のように語るな。愛は情欲なんだよ。少女漫画見たく綺麗事ばっかりで語れねえんだよ。男どもはお前の匂いに惹かれて群がるウジバエどもなんだよ。 What is going on? そんなこともその年でまだ理解できねえのかよ。お前は失望するぜ。その後ろのメガネ男のドス黒い欲望、一度でも覗いちまったら、がっかり愕然あぜん呆然、全然ダメだぜ、ショーノン。ああもういいや、語るな。家具が、この家具、家具、家具、何様のつもりだよ。語りやがって。愛なんて結局はど汚ねえ汚物をどう綺麗に見せようか。そいつに気づいて人は大人になるんだ。お前よ、そいつの愛の死ねよ、ガラクタが。てめえが愛を語るんじゃねえ。Hi bunny, come witness my suffering.なんだよそれは。抵抗してるつもりかよ。安っぽいんだよ、薄っぺらいんだよ。お前の綺麗事と同じなんだよ。見せかけだけの薄っぺら。見たくないものをベールで覆って隠してるだけなんだよ。まだわかんないのかよ。だから家具なんだよ、家具。ほら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 、削られてるぜ。 What is this? This is so stupid. なんて薄くて情けないんだよ。お前のその薄っぺらな抵抗に比べたら、アルミチャーノベッチアーノの方がまだ削るのに苦労がいるぜ。 Is this supposed to be cool? I don't get it. I seriously don't get it.This is supposed to be spooky, I don't know. Joji-san, komennasai. Yahari, watashi ni wa furi deshita.君は僕のために戦ってくれた。それだけで嬉しいよ。Epilepsy warning. ジョージさん、お願いが。なんだい。最後に愛してるって聞かせてください。ああ、さよう。僕は君を永遠に。
誰なの？ローザ様、源氏でございます。何か用なの？扉は開けなくて結構よ。そのままで話して。はい、それではこのままで失礼させていただきます。南條先生と熊沢の遺体を見つけました。なんだって？ The incinerator? The boiler room? そう、わかったわ。確認に行きましょう。死体を見ない限り私は誰も信じない。うん、大丈夫だよバトラー。マリアといれば絶対に大丈夫。ケンジさん、二人の死体はどこに？中庭です。ご案内いたします。バトラ君待って。念のため部屋の戸締まりを確認していくわ。ちょっと待ってね。マリア、これはあれだな。おお、第7の番と第8の番だね。なるほど。確かにケンジさんたちが言っていたように、二人の首にはひどい傷があるわね。すごく鋭利な、まるで日本刀か何かで切ったかのようにすっぱりね。何なの？ジェシカちゃんの時と同じね。何かオカルトの儀式のつもりなのかしら。わかりません。彼らの遺体を最後に見た時にはこのようなものはありませんでした。使用人室から運び出された後にやられたのでしょう。間違いない、生贄のつもりなんだな。第7の番に膝をえぐりて殺せ、第8の番に足をえぐりて殺せ。待てよ、それじゃ第4、5、6の番が抜けちまう。まさか
どういうこと？ジョージ君たち3人はどこへ行ったの？夏日奥様のお部屋を探し物に行きたいと言われまして、お出かけになりました。まだお戻りになりません。なんだって？その出かけたってのはいつ頃の話なんだよ。 2,3 時間前のことだと思います。そんな、なんでそんな大事なことをやっちゃなくて、なんで不審に思わなかったんだよ。常に一人、使用人は待機していなくてはなりません。彼らが戻るまで待機しているのが私のお務めでしたもので。Hi, Zero. Wow, this is the longest, stage transition yet. Usually when they say they're going somewhere, it still takes them like 50 minutes.Okay, here we go, here we go. Genji-san, open it, please. バトラ君、これで開けてもらえる？そのくらいのこと、ケンジさんを信用しても。And now Beatrice is gonna show up, and there's gonna be the tea party scene where they're like, oh no, but how could it be locked if Rosa had all the keys? Yappari. Dai yon, go, roku no ban no saigen datta na.
警察が来るまでそっとしておかないとダメよ。勝手に触ってどういうつもり。せっかくの現場証拠がおかしくなっちゃったらどうするのよ。マリア、うん、これで第8の番まで終わっちまったな。うん、第9の番って何だったっけ。第9の番に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。そっか、これで黄金の魔女ベアトリーチェは復活するんだな。そしてなんだ、最後の第10の番。第10の番に旅は終わり、黄金の里に至るだろう。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるんだよ。もうすぐ魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。俺たちはこれから死ぬのか、それともこれで生贄の儀式は終了で俺たちの旅は終わり、黄金鏡へたどり着けるのか。うん、何が俺たちの旅だ。俺たちは今日一日犯人を見つけよう、事態を打開しようと散々頭をひねって何も至らなかった。バカの考え、休むに似たりってやつだ。そうさ、俺たちは今日一日ずっと憎悪と疑心暗鬼で自分を焼き焦がした。死んだ人間しか信用できないって言ってわざわざ三人の死に顔をここまで確認に来たんだぜ。こんな俺たちがどうして黄金鏡とやらにたどり着けるって言うんだよ。大丈夫だよバトラー、マリアといれば大丈夫。魔女はとても気まぐれで、時に面白半分に人間を殺すかもしれない恐ろしい存在。でもマリアと一緒にいれば絶対に大丈夫だから、怯えないで。ありがとな、気休めでも嬉しいぜ。Oh, here we go. ありがとう、源氏さん。ここまでで結構よ。あなたも今日は休んでください。かしこまりました。これで休ませていただきます。おい、ローザおばさん。この状況下で、源氏さんをたった一人で過ごさせるっていうのかよ。そうね。とても危険なことだと思うわ。でも、ならなぜ彼は無事なの？彼は三人が夏姫姉さんの部屋へ向かった後、ずっと一人でいた。なのに無事だった。狼と羊のパズルよ。最も弱い立場となる
孤立した羊が無事な理由は何？狼がたまたまいなかったんだろ。違うわ、それが羊じゃなかったからよ。源氏さんが狼だって言うのかよ。彼は一人で厨房にいたそうだけど、それは証明不能よ。南條先生たちの死体を運んだり、ジョージ君たちを殺したりできたのは彼かベアトリーチェだけなのよ。待てよ、その論法じゃ誰だって。バトラ様、お気遣いをありがとうございます。私は信頼を勝ち得るのは常に百の言い訳ではなく、たとえ信頼をいただけなくても、私は最後まで誠実でありたいと思います。源氏さん、なら決まりね。あなたが本当に無実なら、それは明日やってくる警察が証明してくれるわ。だからそれまでの間、あなたを疑いから外すわけにはいかない。長年後宮家に仕えてくれたあなたにこんな仕打ちをするのは本当に心苦しいんだけれど、今夜は分かってください。そして明日になったらもう一度仲直りさせてください。今日も明日も私は後宮家の使用人であり続けます。ご用がありましたらいつでもお申し付けください。それでは失礼させていただきます。What?大丈夫、戸締まりに問題はないわ。この部屋は安全よ。The Illuminati symbol. Oh, Batora, それは？あ、ああ、今ここに来たら、置いてあった。どうしたの、マリア？バトラ君。その手紙は？いやそのここに置いてあったんだ。どうしてだよ。この部屋はちゃんと戸締まりをしていたのに、どうしてだよ、どうして。 It would be funny if Rosa thought he was making it up and shot him. マリア、いらっしゃい。 Oh, please shoot him, please, 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 please.Oh, let's go! バトラ君、
あなたを狼だと断定するわ。 Yes! Yes! どうして私はこの部屋にたった今帰ってきて、そのテーブルの上に何もないことを見ているわ。 Yes! そしてマリアがそのテーブルに近づいていないことも知っている。 Shoot him! わずかな時間よ。でもこのテーブルに近づき、そして手紙を見つけたと主張するのはあなただけなのよ。そんなのって、いや、めちゃくちゃだ。なんで俺がこんなものを置くんだよ。おいおい、俺は不審なものを見つけて報告しただけだぜ。なんで俺が疑われるんだよ。あなたにしかその手紙をそこへ置けないからよ。そう、これは自作自演。あなたが懐から封筒を取り出し、たった今見つけたかのように振る舞った。密室の中に魔女が入って手紙を置いていった幻想を作り出すためにね。バカ野郎。ハイロカ、またそういう考えなのかよ。そんなことで俺まで疑うのかよ。いい加減にしろ。俺は親父たちを殺されてるんだぞ。そんな俺がどうして犯人の片棒を担がなければならないんだよ。 Also, he's been in her sight the whole time. そうね、たとえ莫大なお金がもらえるとしたとしても、そんなことで肉親の命を切り売りできるような悪魔がいるなんて信じたくないよ。でもね、いるかもしれない。言い方が悪いわね。例えばバトラ君にとってルドルフ兄さんたちが親でなかったとしたら。はあ、何を言い出すかと思えば、親父は親父だろうが。確かにキリエさんと血縁はねえが、俺の姉貴も同然のお人だ。そこだけは聞き捨てならねえぞこの野郎。You can shoot her too. Come on, let's go. You know, やめなさい。ごめんなさい。言い方が悪かったわね。確かに後ろ見はバトラ君のルドルフ兄さんの子供かもしれない。でもあなた本当にルドルフ兄さんの息子のバトラ君なの？何をわけのわかんねえこと。俺がバトラじゃねえんなら。誰に見えるってんだよ。ルドルフ兄さんも含めて、私たちは6年ぶりにあなたに再会しているわ。あなたが本当に後ろ宮バトラかなんて誰も証明できないのよ。あなたは本当は後ろ宮バトラじゃなくて、後ろ宮家の財産をうまく騙し取ろうと紛れ込んだ何者かかもしれない。あなた自分が後ろ宮バトラだとはっきり証明できる。今この場で。いい加減にしやがれ。俺は俺だ、後ろ宮バトラだ。そこまで疑い出したら、あんただって本当に後ろ宮ローザなのかよ。自分は自分だ。他なあ、そうだな、あんたの言う通りだぜ。死体以外で信用できるのは自分だけってわけだ。そこまで言うなら反論させてもらうぜ。Objection. ジョージの兄貴たちが死んでいた。夏日おばさんの部屋には鍵がかかってた。部屋の鍵はジョージの兄貴が持っていたんだろう。そしてマスターキーを持ってるのは今やローザおばさんだけだぜ。あの部屋に施錠できたのはあんただけじゃねえかよ。 Not if there's another key. 俺の推理じゃこうだ。あんたは真犯人と通じ合っていて、俺たちの目を盗み5つのマスターキーのうちの1つをこっそり貸し出したんだ。そんなことしないわよ。ほらここに5つあるわよ。そんなの当てになるもんか。あらかじめ取り決めた場所に置かせて回収したかもしれねえじゃねえかよ。それにマスターキーが5個かどうかは疑わしいと言ってたのはあんただぜ。じゃああなたはその封筒を、あなた以外の誰がどうやって、それが証明できない限りあなたが狼なのよ。うるせえ。
ならあんたこそ証明しろよ。犯人はどうやってジョージの兄貴たちをあの密室で殺したと言うんだよ。どうやって施錠したと言うんだよ。全くにもってその通り。夏日の部屋も全く同じだぞ。いつもの扉も窓も内側から施錠されていた。いかなるイカ様も細工もなく、そして隠された通行手段もなければ隠れる場所もない。夏日自身の鍵はジョージのポケットに入って室内に閉じ込められていた。あとは5本のマスターキーしかないが、それは全てローザが持っている。ついでに言おう、その客間も同じよ。本来の客間の鍵は使用人室に封印されている。だからマスターキー以外では解錠不能。部屋の密室定義もいつもに同じよ。おいおい、容疑者はもう一人しかいねえぜ。それでもまだかまととぶんのかよ、後ろ宮バトラー。うるせえ、てめえも黙ってろ。黙るのはあなたの方でしょう。あなた以外にどうやってその手紙を受けたというの。それが証明できない限り、あなたは狼なのよ。俺が疑えるってんなら、あんただって疑えるぜ。あんたこそ証明してみろ。最初に部屋に入って戸締まりの確認だのを始めたのはローザおばさんじゃねえかよ。そして俺の座っていた場所に再び俺が戻るだろうことを見越し、これはあんたの罠だって疑うこともできるんだぜ。どうして私がそんな罠を。私が狼ならこの銃で問答無用で撃ってるわよ。そんなのじゃ理由にならねえな。マリアの目の前で殺人ができねえから、うまく罠にかけようって回りくどいことしてるかもしれねえじゃねえか。マスターキーは全てあんたの手にある。ならここもさっきも全部あんたの仕業じゃねえかよ。言い逃れできるってんなら言い訳を聞かせてみろよ。そうさ、ローザおばさんは最初から怪しいんだよ。 This is true. なんで親族会議の大人たちが6人殺されたのにローザおばさんだけが例外なんだ。なんでローザおばさんだけがあの礼拝堂にいなかったんだ。一つしか理由がねえよ。ローザおばさんが親父たちをあそこに招いて殺したんだ。クソクソ、それで全部説明がつくじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。わけのわかんねえことを言うんじゃねえ。I guess he's not getting shot. そうなんだよ、全部魔女のせいだったんじゃないかよ。鍵がどうこうとか、トリックだのアリバイだの、全部全部バカらしかったんだ。魔女の仕業なのに俺たちは同じ人間同士を信じ合うこともできなくて。なあローザおばさん、人間の犯人なんて最初からいなかったんだ。全部魔女の仕業だったんだ。だからローザおばさんが犯人のわけがないし、俺やマリアだって、そしてゲンジさんだって他のみんなだって犯人のわけがないんだ。どうしてこんなことに。俺はどうして大好きだったローザおばさんとこんなことの怒鳴り合いをしてるんだよ。優しくって大好きだったおばさんと
どうしてこんな罵り合いをしてるんだよ。なんでなんで、みんなで疑い合わなくちゃならねえんだよ。おばさんを疑ってなんかいないんだ。誰も疑ってなんかないんだ。全部魔女の仕業だったんだ。ベアトリーチェの仕業だったんだ。全部全部ベアトリーチェが魔法で行った事件だったんだ。ベアトリーチェ、頼むからここに現れてくれよ。そして自分が全てやったと俺たちに告白してくれよ。もうごめんだ。こんな疑り合いはごめんなんだ。だから俺たちを許してくれ。解放してくれ。互いの死を見届け合うまで疑り合わなきゃならない地獄から解放してくれ。俺に優しい親戚たちを、いとこたちを返してくれよ。もう嫌だ嫌だ、全部嫌だ。お前は確かに実在する。お前の姿を見せてくれよ。ベアトリーチ、ベアトリーチ、ベアトリーチ。Well, time to save. Have you been here the whole time, Mel? Did you see the scene in Natsuhi's bedroom? That was, I'm kind of stunned by that scene. Oh my god, it was so bad. It's such like bad chuny horror, right? Where people just do these things that don't make any sense, and the antagonists have this incessant desire to what's the word? You know, to insult the heroes. It's just... Oh my god, she spent like 10 minutes in a row just berating them. Yeah, then Shannon is doing magic, and then some stupid nonsense is happening, and then there's like a six goats or whatever. Oh my god. And then she's talking about, like, she's no longer trying to kill them, and she's talking about how, like, something about the lust in their relationship. And what? That's so stupid. Ugh. Anyways. This bit at the end actually redeemed it somewhat. It was kind of amusing. It was kind of amusing. Anyways, I'm gonna take a quick break. Be back in like 15 for the draw stream. Bye bye.